はい、フードエージェントに聞くシリーズですけども、今回はね、ペットボトルの水、ミネラルウォーターについて聞いてみようかなと思います。スーパーやコンビニでもペットボトルのね、こういった水ってのはよく売られてると思います。まあこれはカルピスを入れてるところなんですけども、ペットボトルの水ってだいたい100円とか150円とか、安ければね50円とか60円で売られてると思いますけども、ミネラルウォーターの水ってのは本当に体にいいんでしょうか？例えば水道水飲むよりもミネラルウォーターをペットボトルから飲むみたいなことはよくするんですよね。私も水道水を飲むよりもペットボトルの水の方がいいような気がして箱買いしてるんですけども、実際いろんなところから水が出てるんですけども、イロハスですとかね、それからボルビックとかね、いろいろ出てるじゃないですか。あれどう違うのか、それとも実は水には砂糖なりカリウムなり未知のなんかね成分が入ってるのかな、ちょっと疑問なんですけど、どうでしょうかね。だってね、どこどこの水って言ったってそこから汲んできた水を精製して出してるかどうかってのよくわかりませんよね。飲んだだけでは味の違いもわかりませんし、単なるラベルと思い込みで飲んでるような気がするんですよ。この辺どうですかね。実際にペットボトルの水ってメーカーによってどうなんでしょうか。そしておすすめの水があるとしたらどこなんでしょうか。一番いいのは水道水だったみたいなオチはないでしょうかね。はい、じゃあ今回はそんなところでございます。フードエージェントさん、よろしくお願いします。